はい、試しに、はい、ちょっと削ってみます、マジですか、はい、俺が、はいはい、今こうずーっと押し付けるわけですね、はい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 、うわー綺麗だった、はぁー、いやすごい、いやいやいや、そんなことない、そう十分じゃないですよ、あでもこれでこう綺麗に削っていくわけですね、いや面白い、いやいやいや、向こう側は何ですか、向こうはですね、はいはい、こっから向こうが、うん、はい、あこっちからここが鉄ゾーン、この冷蔵庫で分けてるわけで、なんで冷蔵庫で分けてるんですかなるほど、ここが弁方眼で分けてると、弁方眼で、弁がゴム、方眼が鉄です、こっちが鉄ゾーン で、そっちはゴムゾーン、ゴムゾーン、はい、ゴムゾーンって、はい、あ、まあ、グリップですね、そうか、はい、じゃあマスさんもグリップもやってらっしゃるんですね。そうなんです。へえ、はいはいはい。うちの隠れたヒット商品。あ、そうですか。はい、ロングセラー。うわー。リピーターがいっぱいいらっしゃるので。へえ、はい。いやもうじゃあグリップも作ってらっしゃるんや、そうなんです。あ、でもしっくりくるな、確かに。はいはい、ちょっと汚れてますけど。はい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 。いいっすね。これパターのグリップもあるんですか。パターのグリップもあります。ああ、はい、うわ、はい。これがね。あの人気なんですよ、ちょっと太めですね、太めなんです、へえ、すごく太いわけです、はい、す手にしっくりくる感じ、うんうんうん、あ大丈夫です、あいいですか、すいませんマイクありがとうございます、あいい、ね、持ちやすいでしょ、持ちやすい、そうなんですよ、なんかまあピストルグリップみたいな感じでね、はい、そうです、えこういう卵型というか、はい、結構ひし形、ひし形じゃないな、はい、面長の、うんうん、はいはいはい、自然な感じですよね、いや確かに持ちやすい、癖がない、はい癖ない、はい、あ、いいな、ね、息子さんですよろしくお願いします、お名前、増田増田龍一郎と言います、龍一郎さんです、はい、龍一郎さんはあの増田裕二さんの息子さんなんですけど、はい、息子さんがグリップ担当、まあ、グリップは今は別の人間もやってますけど、まあ、みんなで手分けしてやるような形になってますんで、じゃあちょっと、はい、グリップはその龍一郎さんに説明してもらいましょう、はい、はい、これはゴム、はい、グリップの元になっているゴム、はいはいはい、ゴムですね、はい、これ黒いグリップ作るための、なるほど、はい、ほんでこれを、はい、これをどうするんですか、こちらにあるプレス機に入れて、はい、プレス機に入れる、はい、でプレス機に入れて、まあ、時間をかけて、はい、下流という作業をしてあげて、プレスすると、はいはい、時間になると出てきて形になって出てくるわけですね、はい、出てくる、じゃあちょっとやってもらっていいですか、はい、はい、お願いします、いやそう熱いんかな、やっぱ怖い、これが一応設定温度になってます、なるほど、はい、何度ですか、ちなみにこれが今上の花形が163度です、はあ、ね、そうか、花形163度で、はい、下が154度でやってます、やべえ熱々ですね、そうですね、それ熱くないとあかんか、はい、でゴム伸ばすわけですもんね、そうですね、いけます、はい、いいですよ、はい、大丈夫です、これ見せてもええやつ、はい、これは大丈夫、はい、はいはい、出てきた、わー出てきた、はい、おーなるほど、はい、あーそういうことか、はい、これが上の金型、はい、これが下の金型ということですね、はい、はい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 、はい、こういう形になってます。ここにゴム、はい、ゴムを入れていきます。うわぁ、ほんまに見せてもいいやつですか、大丈夫、ここ大丈夫です、ここ大丈夫、まあもう素手じゃ触れないやつですよね、絶対熱々ですもんね、はい、綺麗に異物が入らへんように、はい、掃除して、はいはい、あ、これが元、はい、これがグリップエンドです、なるほど、はい、こっちがボディ、はい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 、いやーすごい、はあ、そうやって、あ、ほんまに
そうですね。たい焼きみたいなことですね。はい。あ、なるほど。そうかそうか。その棒で圧縮していくわけですね。そうですね。これがちょうどグリップの、はい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 、サイズの形になってます。なるほど。はい、うわ、しっかり押さえつけて。はい、あ、そうかそうか、それ上の部分か、そういうことか。ね、じゃあ2枚でこう挟んで、はい、形成していくって感じですか。そうですね。はあ。はい。はい、で、で。閉じて中に入れます。いいですか、やってもらっても、はい、はい、おー、はい、で、その下着てください。あ、下から上がってくんねや。で、また上でしっかりして。おー、来た。はい、はー、これでだからゴムがこう広がっていくわけですね。そうですね。はい、あ、プレスしてんねや。はい、しながら固めていって。なるほど。はい、柔らかくして、厚さで柔らかくして、はい、形を作っていくと。動き出した。はい、上がった。出来上がったか。これで。あー、出来上がりました。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。これはこれがもういらないゴムね、今。そうですね。はいはい、はい、羽みたいな。はい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 、はい、でも熱々ですもんね、これは。そうですね。ほー、すごいすごい。そしていけます。はい、あ、ほんで飛んねや。はい、ここでエアで、あー、いや、入れて、はい、おー、こういう感じで取って、はい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 。うわ、めっちゃゴムの匂いする。ゴムや、それはゴム焼いてるんですもんね、今ね、実際。へえ。はい、完成です。これが完成ですね。はい、で、なんか こだわりというか、そういうのもあるんですか。そうですね、はいはいはい、生ゴムで作ってますので、うんうんうん、まあ、感触とかにはすごいこだわってまして、はいはいはい、まあ、ちょっと面白いので言えば、うん、ボディとエンドでは素材をちょっと変えてまして、うん、そうなんですか。はい、まあ、少しこっちは感触よく柔らかくして、はい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 、エンドなんかは、ちょっと組み立てしやすいようとか、確かに強度をしっかり持たなきゃいけない、はいはいはい、で、この後どうするんですか。この後はですね、はい、簡単な、こういうバリ、羽がついてるので、はい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 、それをいらない部分取って、はい、手作業で取ってます。これハサミでいくんですか。そうですね、意外とハサミの方が早かったりするので。はー、そうか、はい、まあ、使いやすいものの方がね。そうですね、研磨機で削ってもいいんですけど。はい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 、うわー、ちょっとこれまだ出来たてであったかいんで。いや、そうっすよ、ちょっと触らせてください。はい、いや、熱いですよ。熱っ。だってさっき出てきたやつですよ、これ。そうです、はい、もうちょっと、そうですよね、本来はね、冷えてからの方が切りやすいですよね。で、これでハサミで切って、はい、ほんで、はいはいはい、切って、めちゃくちゃおもろい。ほんで、これをペイント色、そうそうそう、これが完成品なんですけど、ここに色入ってるじゃないですか。この色入れをやるわけですね。そうですね。はい、じゃあちょっといいですか。入れれそうですか、もう。ちょっと、うん、うん、全然構わないから、もう、はい、風合い担当の彼女が、ね、そうです、そうです、何でもやれますから。何でも全部できるんですね。そうです。あ、そういうので、あー、なるほど。あ、はー、細かい作業。あー、はい、お上手。ちょっとそんな感じです。ちょっと笑ってますね。あまりね、あまり、全然大丈夫。こういう風にやってるよということが分かればいいですか。暑いんで、本当は冷えてからですよね、ちょっと暑い。で、お兄さん忙しいから。これを、がこうなると。そうですね。で、ここはまだちょっとこの、あれがあるわけですよ、バリがあるから。それをもう企業秘密の機械で研磨していくと。研磨していったのがこうなりますと。
だからもう何もないですね、バリが重量もさ重量もなって完成品と、はあ、マスダゴルフですじゃあ先ねウェッジも削ってもらいましたけど、あとはロゴ入れ、そうですね、ロゴ入れをこの機械でやるんですね、はい、そうですね、うわー、はあ、え、見えんねや、うわ見える、こっちから見える、直接光を見ちゃまずいんですけど、はい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 、あまりみんなに越したことはないんですけど、なるほど、こんな感じで、レーザーで、そうです、何回も何回も繰り返して、はあ、うわすごいすごい、うわすごい、だからどんなロゴでも入れられる、なるほど、そうですね、こっちから、うわすごいすごい、本当じゃあ何でも入れれるってことですか。そうですね、昔はね手で彫刻機でこうやってへあの掘ってたんですけど、はい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 、もう全然楽、今やねもうやっぱ、ね、最新の機器があるから、はいはいはい、これはゴルパイナイサーって入れるんですか。これゴルパイナイサーって入れたくはないです入れゴルパイナイサーも入れれるってことですか。はいはい、はい、もうどんなロゴでも入れられます。大西ライオンにしてくださいはい、ゴルパイナイサーって意味わからないんで、いや自分で言ってて何言ってていやいや愛着あるんですよ、ゴルパイナイサーという言葉に愛着あるんですけども、僕のメッチになるんやったら大西ライオンって入れてくださいすいません、せっかくなんで入れましょう、ありがとうございます。マスターゴルフさんの、しかもあのユージさんのやつです。これはちょっとファストマッスルという、ファストマッスルじゃない、これファストマッスル、ファストマッスル、増田さんが使ってるマッスルバッグちょっと試させてもらってます。はい、はい、できました。はい、うわー、ちょっとじゃあ見せてください、お願いします、はい、どうぞ、オープン、うわー、できたー、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。おー、はい、おー、すごい、大西ライオン入ってます。いいじゃないですか。うわ、いい、嬉しい、ゴルパイナイサでよかった、ゴルパイナイサじゃなくてよかったやっぱ大西ライオンがいい、でこれでちょっと銅のメッキを入れていただいて、そうですね、はい、はい、熱々ないですか、大丈夫です か, ないです か, へかっこいい、かっこいい、結構ね深く掘れるんでね、あの後から色入れても、ね、なるほど、綺麗に入る、わかりました、じゃあ、はい、そうします、はい、ありがとうございます。じゃあ、いや本当面白かったです、ありがとうございます、いろいろ本当に楽しかった、また来てくださいぜひぜひお願いしますあ、でもあの完成したクラブとか、はいはい、そういうのを 見れたりするんですか。あ、ね、工場なので、はいはいはい、まあ、ないんですよ、近くに、はい、ちょっと車走るんですけど、はいはいはい、ショールームがありまして、そこにありますか。ありますか、はい、そこ行ってみますか。行ってみましょう、はい、お願いします、行きましょう、じゃあ行きます、はい。